だ。何かが起きる。お前は俺にあのディオには決して勝てないと予告した。今はどうだ。どう思う。はっきり言え。偉そうなことを言ったかもしれないが、君は成長していると思う。今ここで完膚なきまでにぶっ潰して。ああ、何としてもぶっ潰したい。気をつけろジャイロ。奴の方も僕らの接近に気がついた。そんなの分かってるぜジョニー。あの野郎よ、やられる前にやるぜ。それでいいな。うしゃー。二度と近づいたら今度は食い殺す。お前らに再起不能という言葉を教えてやるぞ。改めてよろしくお願い申し上げます。光の道を見ろ。進むべき輝ける道を。真の勝利への道には男の価値が必要だ。俺はこのラインでいい。俺とバルキリーだけのラインで。あいつは決して相手より先に銃を撃たなかった。あえてだ。奴は相手に先に撃たせた。遠回りこそが俺の最短の道だった。光の中へ。これがジャイロツェペリか。今までと何か違う。そこだ。無駄だ無駄。言ったはずだ、俺に近づいたら食い殺すと。地球上の生物でスケアリーモンスターの動体視力に勝てる動きはない。レースも次の遺体も全てはこのディオのものだ。ぶっ殺してやる。完膚なきまでに勝つってのはこういうことじゃねえ。これは俺の目的と違う。いやジャイロ、君は勝ってた。あいつの走りに間違いなく勝ってた。そして奴の馬はもう潰れたんだ。ルールは無用だった。ようこそ男の世界へ。男の世界か。厳しいな。